はい、どうもサックでーす。たかしでーす。声ちっちゃー。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、辞める人、ぶら下がる人、潰れる人、さてどうするという本のご紹介をしたいと思います。なかなか刺激的な題名ですね。この本になります。ポジティブな要素が一個もない。さあ行きましょう。この本でもね、すごい面白かったんですよ。あ、そうなんですか。はい、紹介したいと思います。はい、この本はどんな本かと言いますと、良い人材が健全に定着する組織を科学的に作る方法が書かれた本になります。はい、皆さんこんな悩みありませんか？離職が相次ぎ慢性的に人手不足とか、職場の雰囲気が良くなく人間関係のトラブルも多いとか、給与や待遇、配属に納得できないなどの不満が多い。まあ、あるあるですね。まあ、こういった声ね、いろんな職場組織で聞くことやと思うんですよ。この著者はですね、経営コンサルタント、そしてあと産業医として長年活動してるらしいんですけども、この方が最近特に感じることが、多くの組織が病んでるっていうことなんですよね。この病んでるっていうのは、例えば職員のモチベーションが低いとか、職場の雰囲気が悪いとか、採用苦戦してる、離職が多いみたいな、この動画を見ているあなたが今まさに感じている課題、それこそが組織の病なんですよ。あると思うんですよね、皆さん感じる課題。正直、はい、病あるわ。あるでしょう、組織の病いっぱいあると思うんですよね。これらの問題はひとえに優秀な人がどんどん離職する一方で、やる気のない社員、いわばぶら下がり社員が定着してるからだというふうに著者は言うんですよね。こういうのね、一体何が原因でこんなことになるんだろうかっていうところなんですけど、著者曰くそれらを生み出す原因っていうのは共通してるというふうに言うんですよね。そこさえ分かれば組織の課題は解決しても同然だということを言うんですよ。そうなんです。本書ではですね、著者が産業医として面談して得られた3万人を超える社員の声ですとか、年間1000以上の組織への調査から得られた定量的データを元にして、病の病巣を徹底解剖してるわけなんですよね。ブラックジャックみたいなもんですね。ブラックジャック、そういうことです。つまりあなたの組織でも間違いなく使える情報だということです。早く行こう。なんでそんな組織を良くするための方法を学びたいという方は、知りたい、ぜひ最後までご覧ください。病を治したいということで、行きましょうか。サックとタカシのおしゃべり本要約。じゃあまずですね、離職は止められないという話をねしたいんですよね。これ、まあ、どういうことかというと、そもそもですね、離職自体はそんな悪いことじゃないよ。まあ確かにね、言うんですよね。組織の新陳代謝っていうのが起こらないと組織も成長しないじゃないですか。組織の上層部が何十年も変わらない組織っていうのは停滞しますし、やる気のない社員ばかり定着してしまってもやっぱ組織は停滞しますよね。じゃあ離職の何が問題なのかっていうところなんですけど、それが優秀な人材が辞めることですよね。まあ、もしくは優秀な人材が潰れてしまうこと、これが問題なわけですよ。ここを間違えると離職に対する対策もむしろ逆効果になっちゃうと言うんですよ。例えば離職を防ぐためにフレックスタイム制とか導入したりとか、まあ、フリードリンクとかね、朝ごはん提供しますみたいな、そういう施策を取るとするじゃないですか。しかしですね、社員は全然喜んでおらず、優秀な社員はむしろ不満すら抱えるみたいなことに、ね、なってしまったりするわけなんですよ。なるほどね。まあ、なぜこんなことになるのかと言いますと、ひとえにこれは誰のどのような課題に対しての施策なのかがはっきりせずに、闇雲に施策を行ってるからこういうことになるんだということを言うんですよね。まあ、つまり全社員を救おうとした結果、誰も救えてないっていう最悪の状況になっちゃうわけなんですよ。こういうことになる。で、こんな状況にならないためには、誰のどのような課題に対して会社をアプローチするんだっていうのをはっきりする必要があるんですよね。はいはいはい、全員は救えないんですよ。誰を救うべきか、そしてどのような課題を救うべきなのか、そこをはっきりする必要があるんですよ。じゃあ組織が活性化するためには、誰のどのような課題にアプローチすればいいんですかっていう話じゃないですか。それは優秀な社員のマイナス感情にアプローチすればいいというふうに著者は言うんですよね。これどういうことかっていうのをちょっとここから詳しく解説させていただこうかなと思います。なんで救うべきは優秀な社員だということを著者は言うんですけども、これ優秀な社員って今言ってるんですけど、厳密にはちょっと違うんですよ。優秀な社員っていうよりかはハイポテンシャルな社員、これを救えというふうに著者は言っております。ハイポテンシャル社員の特性があるってことですか？そうなんです。まあ、社員の特性っていうのは大体こんな感じに分けられます。1つ目、優秀な社員、こちらはすでに組織を牽引している方々ですね。で、2つ目がハイポテンシャル社員、これは3年から5年後には優秀社員になりそうだなっていう人たちです。ポテンシャルを持ってる人たち。3つ目が立ち上がり社員、こちらは入社1年目だけどやる気満々な人たちですね。で、4つ目が普通社員、これはもう平均的な人たちですよ。
で5つ目がぶら下がり社員。これやる気も意欲もない、もうただ組織にぶら下がってるだけの人たち、こういう人たちに分かれると言うんですね。この中でこのハイポテンシャル社員を優遇しろということを言ってるんですよね。これ一見優秀な社員優遇した方がいいんちゃうかなと思うじゃないですか。じゃあなぜ優秀社員が優先されないかって言いますと、この層の人たちっていうのはもう自分の価値観がもうがっちりあるんですよね。それぞれに強くあるんで、これ個別に対応するのって難しいんですよ。なんで、対応しづらいと。でまたこの層になると外部からの引き抜きとかも多くなる。さらにこの層がいつまでも上に居続けてると、あの人が上にいると自分は上に行けないというふうに下の人たちが辞めていっちゃうんですよね。なるほど。この会社に未来はねえという感じで他の会社に行っちゃうんですよね。なんで優秀社員は、まあ、優先されないと言うんですよね。でじゃあなぜハイポテンシャル社員、この5つの特性がある中でなぜハイポテンシャル社員が優先されるかと言いますと、この層は優秀社員と違って労働価値が比較的似てるんですよね。なんで一気に対策が打ち出しやすいんですよ。でどんな労働価値かというと、例えば成長機会が欲しいとか強みを生かしたいとかっていうのが好きなんですよ、このハイポテンシャル社員は。なんとなく分かりますよね、あイメージつくと思うんですよ。分かりますね。あとこの層が育つと、たとえこの優秀人材が辞めていっても穴埋めてくれるんですよね。まあそうですね、はい、うん、でまた新人社員にとってもこのハイポテンシャル社員っていうのは良きモデルケースになるんで、下の人たちの成長にも一役買ってくれるというふうに言うんですよね。なんでハイポテンシャル社員が大事だって言うんですよね。何にせよこのハイポテンシャル社員こそ離職を食い止めるべき最重要人材だと言えるというふうに言うんですよ。じゃあ、まあ、どの社員に対して施策を打てばいいかっていうのが分かったんで、あとはどんな課題に対策を打てばいいのかっていうところですよね。この人たちのどんな課題を解決してあげればいいのか、それをちょっとここから解説したいなと思います。はい、見るべきはマイナス感情になります。大前提として大事なのはプラスの感情よりもマイナスの感情なんですよ。これなんでかというと、プラスの感情っていうのはすぐ当たり前になっちゃうんですよね。給料が上がってもやっぱ喜びっていうのはつかの間なんですよ。ですね、すぐ慣れちゃう。逆にマイナス感情は数ヶ月経っても残るんですよね。人間ってねマイナスの方が残るからね。そうなんですよ、本能に響くからね、マイナスの方がね。マイナスの方がね。なので例えば給料下がったりとか降格したりしたら、まあ、相当引きずりますよね。もう数ヶ月、まあ、もしくは数年引きずっちゃうと思うんですよ。これ、まあ、何が言いたいかって言いますと、例えばですよ、ノー残業デーとかフレックス制導入みたいな施策は一時的なプラスの感情を生み出すんですけども、すぐ慣れちゃうんで、みんな慣れちゃうんで、離職を食い止める施策としてはあんまり意味がないよってことなんですよ。 なんでプラスの感情を生み出すような施策はあんま意味ねえということを言うんですよね。大事なのはマイナス感情に対策を打つっていうことなんですよね。何かをこうプラスするっていうよりかはマイナスを取り除いてあげる、そんなイメージの方が大事です。じゃあどのようにして対策を打っていくのかっていうところなんですけども、まあ、そのためには、まあ、知っておくべきことがあるんですよね。それがマイナス感情の発生対象は3つのカテゴリーに分けられるぞっていうこと、まずこれを知っておいてください。それじゃあ何かって言いますと、それが心身のコンディションと働きやすさと働きがい、この3つに分かれます。これ心身のコンディションっていうのはもう読んで字のごとく健康状態とか、あとはまあメンタル的な将来の不安みたいなところですね。でこの働きやすさっていうのは、まあ、例えば業務量とか、まあ、人間関係とか、まあ、ワークライフバランスとかっていうところですよね。で働きがいっていうのは、まあ、適職とか成長とか強みの活用っていうところになるんですけども、まあ、これら3つはですね、あのピラミッド構造になってまして、どういうことかっていうと、まあ、こんな感じで、まあ、心身のコンディションが土台にあって、その上に働きやすさがあって、その上に働きがいがあるんですよ。なので心身のコンディションが崩れちゃうと上2つも崩れちゃいますし、逆に上2つが悪いと心身のコンディションにも影響を及ぼすっていうことになってるわけなんですね。なんでまずは、まあ、心身のコンディションっていうのは整える必要があると。心身のコンディションがまあ何よりの土台ですよね。まあそういうことになるんですね。その土台が安定しなかったらどんな立派な塔を建てても崩れるって話です。そういうことなんですよ。なんでまずは心身のコンディションは絶対整えましょう。まあ、これはどの社員に対しても大前提、大前提です。自分の心身が安定しなかったら人に何かできない、そういうことなんですよ。まずそこ大前提です。そしてですね、ハイポテンシャル社員が抱えやすいマイナス感情っていうのは働きがいなんですよね。まあ、もちろん心身のコンディションとか整えた上でね、これ働きがいにマイナス感情を抱きやすいんですよ、ハイポテンシャル社員っていうのは。ハイポテンシャル社員は成長意欲が高いですし、自分の強みを生かしてガンガン仕事したいんですよ。思い浮かぶわ。でしょ、あいつもこいつもでしょ、思い浮かぶ人いると思う。好きかって言ってな。なんで働きがいのところでマイナス感情を抱いてないかっていうのを探り出してあげて。抱いてる抱いてる抱いてるでしょ。でそこを
ちょっとねうまいことマイナス感情を取り除いてあげて、うん、成長意欲をくすぐるような施策を打ち立てるともう最高なわけですよ。あ、なるほどね、そうです。もうこれやってくれよ、それが大事、やってってくれよそうなんですよ。でこれもちろんね真ん中にある働きやすさっていうのも大事なんですけども、ここ意識しすぎちゃうとぶら下がり社員増やしちゃうというふうに言ってるんですよ。まあね、これまあ要は会社に不満もあるしやりがいがあるわけじゃないけど過ごしやすいし働きやすいからまだいいよみたいな社員が増えちゃうんですよ。別にやりたいこともねえけどまあいっかこの会社でダラダラとやればみたいな感じの社員が増えちゃう、これをぶら下がり社員って言うんですよね。こんな社員ばかり増えちゃうと組織活性は停滞しますし会社がダメになっていっちゃうわけなんですよね、はいはいはい、なんか若い社員とか、はい、1年目2年目ぐらいの社員には働きやすさが大事だけど、もうそれ以降になってくると5年目ぐらいの社員になってきたらもう意欲やっちゃってよそれが大事なんですよ。で最近はですねこのテレワークみたいなこの働きやすさに焦点を当てた施策も多いんですけども、これ一歩間違うと離職対策として導入した施策によってますます会社がダメになるみたいなことになっちゃうんですよね。なんで働きやすさを追求しすぎてもちょっと良くないんですよ、うん、やる気のないぶら下がり社員ばっかり増えちゃう可能性があるんでね。なんである程度は働きやすさを確保しつつあくまでも重点置くべきは働きがいなんですよね。間違いないですね。そうなんです。これでもすごいわ、そう思うでしょう、うん、そう思います。もうまさしくと。いやでもそれを言語化してくれてるから、ああなるほどなーってなる。確かになーってなりますよね。あ、わかりますって、あーなるほどなーってなる。そうなんですよ、うん、まあここまでバーッと言ってきたんですけど、まあ、最後ねちょっとこれを、まあ、簡単にまとめますと、まとめると着目すべきはハイポテンシャル社員の働きがいに対するマイナス感情になります。ここに焦点当てましょう。全社員に向けての施策っていうのは下手すると逆効果の可能性もあるんですよね。なんで誰の何の課題に対しての施策なのかっていうのをはっきりさせた上で対策を講じましょう。これが大事なんですよ。皆さんの中にもねハイポテンシャル社員って聞いて思い浮かんだ社員がいると思うんですよ。そいつのマイナス感情、働きがいに対するマイナス感情を取り除いてあげましょう。でそいつの成長意欲をこうかき立ててあげるとそこの組織は活性化するというふうに言われているんで、皆さんもね今思い浮かんだ人を、まあ、対象にしていろいろやってみてもらえたらといいんじゃないかなと思います。いや、僕は今日からやりますよ。よろしくお願いします。やりますよ明日からそのポテンシャルね、はい、ポテンシャル社員にやってくださいということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録